今日は即という字を書いてみましょう。まず一画目はこのあたりから横画を書きます。この横画は縦の中心に対して1対1になるように書いていきましょう。二画目はこのあたりから少し短めの縦画を書きます。三画目は二画目の書き始めと同じ位置から始まって横に進んで折れ曲がってきます。で、書き終わりは二画目の書き終わり高さと揃えましょう。の折れ曲がってくる位置はこことここの余白を見ながら書いていきましょう。それか縦の中心を見ながら1対1になった位置で折れ曲がっていきましょう。4画目は2画目と3画目の書き終わりを結びます。5画目は縦の中心をしっかり見ながらで最後止まります。6画目は4画目と5画目の交わったところここに左払いを書きます。7画目は4画目と5画目の交わったところここから右払いします。ポイントとしては縦の中心はしっかり見ながら書いていきましょう。1画目を縦の中心に対して1対1になるように書いていくことで5画目でしっかりと縦の中心に縦画を書いていくことができます。あとは、この6画目と7画目の払いがあまり長くなりすぎないようにここに V の字ができるように書いていくといいでしょう。こういうダイヤモンドみたいなこの形の中にはめていくと美しい束、束という字に書いていくことができます。